どうも、今日の儲かる話はですね、2万円ゲットでございます。しかもね、お金に困っている方、お金も借りれちゃいます。その同時にやることによって、この2万円をゲットして、しかも10万円を借りることによって、急にですね、12万円が手に入るみたいな話があります。 まあでも実質利益は2万円ですから、それはお間違いないように、借りたお金はやっぱり返さないといけないですからね。ということで今回はね、JCB のカードローンの話でございます。カードローンなんで大抵の方は審査通ると思いますけども、まあ一部ね、とっても返済に苦慮していた方はもしかしたら厳しいかもしれません。まあそのことを前置きとしてお話ししておきます。で、今回のカードローンですけども、信頼の JCB ですよね。ポイントサイトモッピーを経由して申し込むと、 2万円にになるんですすけどもここに条件が一つありますカードを発行はもちろんなんですけども借り入れ予約サービス10万円以上の申し込み完了ということなんで10万円以上を借りることを申し込むつまり10万円貸してもいいような人かどうかってことが審査されるってことですよねそれがクリアすると2万円ゲットということになりますんで10万円仮に借りたとしてもねもう10万円なんてもうすぐ返しちゃってくださいそうするとほとんど金利が取られない状態で2万円だけが 手元にに転がりり込んでくるってことになりますさあ借り入れ条件ですけども新規のカード発行と借り入れ予約サービス10万以上の申し込み完了ということですよねだから絶対に10万円借りてくださいよってことではないように受け取られますけども多分そうなんでしょうねまあ余震波借りたとしても金利がつく前に返せばいいってわけですからねはいでポイントゲットのとこ行ってみますそうすると JCB カードローンの公式サイトに行きますね ですから、1秒診断とか申し込みとか、これ、いずれかクリックして進んでいけばいいんじゃないですか。で、最大2.5ヶ月分の利息、実質0円にと書いてますんで、これ意味がまだ分かりませんけども、ここをクリックしてね、確認しなければなりませんね。えっ、ー、と、お借り入れ1秒診断って書いてますね。これちょっと見てみましょうか。借り入れ、100万。で、他社借り入れ件数、一応0ということで、見てみると、お借り入れ可能か判断できませんでした。あ、なんだ。なるほどね。 こうやって気を持たせて申し込むと、結局、正式な申し込みをしてくださいっていう、そういうふうな誘導になるわけですね。で、おかしいですもんね。あ、年収100万だからか、これ。年収じゃあ、ね、400万とかにしておきましょうか、したら。これだったらどうかなあ、最大100万まで借りれると。あ、なるほどね。じゃあ、400万なんだけども、えっ、ー、と、100万借り入れがあったらどうかなあ、判断できないですね。じゃあ、年収がね、最近は250万くらいの人が多いんで、250万。 他社借り入れが10万だとしたら、10万ってのは少ないですね。30万だとしたらあ、50万まで借りれると。結構よくあるパターンですね。はい。ということなんでね、ポイントサイトモッピーからぜひお申し込みいただいて2万円を手に入れていただきたいと思います。それでは、えー、ポイントサイトモッピーのね、アカウントがない方は動画概要欄からあ取得していただければと思います。URL を付けておきます。あとね、あの、最初からアカウント作ると、えー、300ポイントか500ポイント、なんか何百ポイントかね、入ってる まあそんなね紹介コードもつけておきますんで紹介コード漏れなく、えー、必ず入れてくださいねそれでは